なんだっけ、触媒。さて、どいつから調合してやろうか。
どこ行く？
これで平気？夜は注意が必要だ。天才的な考え。とならざるものが動き出す。
Thank you.
強くなったんだ。力に溺れないようにしないとね。すべての宝は我が手の内に。よし、行くぜ。魔物が出るとこは勘弁な。材料を取ってくれる？はいよー。ん？まったく！いつまでうじうじしてるのよ！いい加減しっかりしなさい！そうは言っても、怖いもんは怖いだろ、バカ！あーだだだだだ、姉貴、ちぎれる！ちぎれちゃう！今のはミレイユさんと。マティアスの声？お邪魔するわよ、双子ちゃん。シュン。あ、どうも。どうしたんですか？随分と大騒ぎだったみたいですけど。聞こえてた？実はね、双子ちゃんに魔物退治に行ってもらいたくて。魔物退治？いいですけど、ずいぶん急ですね。都の近くに魔物が出たって報告があったのよ。それでマティアスを向かわせようとしたんだけど、こいつ、こともあろうに逃げ出そうとしたのよ。信じられる？だって怖いじゃねえか。どんな魔物が出るのかわかんねえんだぞ。別に一般人が行くような場所じゃないし、放っておけば勝手にどっか行くだろう。はあ、この調子なのよ。そこで双子ちゃんに引っ張って行ってもらおうと考えたわけ。なるほど、そういうことならわかりました。ほらマティアさん、一緒に行きましょう。かっこいいところ見せてくれたら、無職王って呼ぶのやめてあげてもいいよ。よし、行く。今すぐ行く。ほら、行くぞ、二人とも。そんなに無職王って呼ばれるの嫌だったんだ。ちょびっと罪悪感が。ま、やる気を出したなら何よりだわ。じゃあ二人ともマティアスのことよろしくね。